何をしている？し、父さんに見つかりたくないんだ。なぜだ？今からミラに医療人テクスの施術をするから。だが、さっき無理だと言われたぞ。レイヤ、手伝ってよ。あ、うん。静かにしてね、ミラ。さ、横になって。どう、ミラ、痛くない？痛みどころか何も感じないな。足もピクリともしないぞ。どうして機能しないんだろう。この石からはマナを感じない。君の父親が医療人テクスには精霊の化石を使うと言っていた。精霊の化石って本当に存在してるの？そっか、カルテにあった特殊な石って精霊の化石だったんだ。それに採掘してすぐに使わなければマナを失うとも言っていた。それじゃあなおさら治療するなんて。あれ？でもフェルゴナ鉱山で昔取れたって聞いたことがあるような。本当？レイヤー！ちょ、もう静かに。お父さんから聞いたことあるだけ。ミラ、鉱山へ一緒に行く必要があるけど。世話をかけるが、頼めるか？はい。すまないな。悪いけど、重度が乗せてあげて。レイヤは？私は準備あるから。じゃあ、町の出口で。久しぶりに戻ったけど、この町は変わらないな。いや、まだほとんど見てねえからわかんねえ。さてでは、のレイヤーおった。鉱山の採掘が盛んだった頃はこの通りも露店がいっぱい出てたらしいよ。そうか。私はこの静かな通りの方が君の故郷らしいと思うが。さあ、準備は万全。閉山した山だから気合い入れて行こう。お、気合入れていこう。採掘セットを入手。都会の生活。あ、レイヤーが加わってる。ねえねえ、柔道、イルファンの生活はどうだった？やっぱり都会って感じ？ちゃんと友達とかできた？別に、割と普通だったよ。何そのそっけなさ。柔道って解説 C のくせに私にだけすっごい冷たいよね。被害妄想じゃない？いいからちゃんと話す。10秒以内。1、2、3。医学校では看護師のプランさんがよくしてくれたよ。でも教授を迎えに行ったら赤い服の女の子に襲われて医学校に戻れなくなっちゃった。おかげでミラと出会えたんだけど。ああ、友達って言えばエリーゼって女の子と知り合って。わかりました。たくさん女の子の友達ができてよかったね。レイヤも相変わらずだね。そんなわけで幼馴染のパーティーに加わったところで、ちょっと強化を施そうとね。38、いっぱいある。いっぱい育てれる。
行き止まり？秘密の場所への入り口かと思ったのに。逃げんなバキラ、バキラ逃げんな、逃げんなバキラ、逃げんなバキラ。あ、意外と足速い、足速い、足速いな。わ、消えた。逃げるってことはやっぱそういう枠なんだよな。メタルスライム的なポジションなんだよな。ルロンドの感想。ルロンドはジュドが言っていた通り何の変哲もない田舎町だったな。確かに田舎だけどね。けどルロンドにはすっごい名所があるんだよ。ほう、どんなところだ。その名は宿泊どころロランド。美味しい料理と家族的な雰囲気が素敵な癒しの宿だよ。うん、美味しい料理か。それってレイヤの家でしょ。確かに家庭的だけど、家庭的すぎて料理を残すとお説教されるし、寝坊すると叩き起こされるし、あんまり癒されないかも。うるさいな、営業妨害。でも本当のことだよね。お前たちのような人間を育んだことこそルロンドの最大の特徴だな。そんなわけで、なんか困ったらそんなわけでっていうな俺な。さあ、フェルガナ鉱山にやってまいりました。精霊の化石って色がついてて音がするんだって。へえ、そうなんだ。妙だな、作業途中で打ち捨てられているように見える。レイヤー、何か知ってる？ううん、もしかしたら事故とかで危険だからって閉山したのかな。大丈夫かな。でもね、やるしかないんだよ。うん、気合入ってるね。だってこう燃えてくるものがあるじゃない。どっちが早く見つけられるか勝負だよね。もちろん注意してね、レイヤーに何かあったら。ジュードは昔からすぐにそうやって言うんだから。私の心配よりも今はミラの心配でしょ。さてっと、やっぱ見えるとこに都合よくなんてないね。ミラは待ってて。フェルガナ鉱山内には採掘セットを使って壊すこともできる壁や岩があるから、まあうまいこと頑張れよと。いや、狭いのな。もっとしっかりダンジョンしてるのかと思った。これか。違ったわ。気遣い無用。なかなか見つからないね、精霊の化石。レイヤ、やっぱり戻った方がいいよ。体のこともあるしさ。体のことっていつの話してんの？病気なんて子供の頃の話でしょ。そんな昔でもないけど。ああ、うるさい重度が出始めたよ。なんだよそれ。柔道、イルファンに行っていい感じになったと思ったのに。いい加減そういうお人よしやめようよ。もうレイヤってば、真面目に聞いてよ。拒否、聞こえない。おっと、何がおっとなのかって話。
これか。貯める。ターン。掘る。貯める。チャーンチャーンチャーン。ダーン。ああ、道ができた。これって。ジュード、見つけたの？ああ、何これ。それは、精霊の化石のようだ。この色、間違いないだろう。けど、こんな細かくちゃ。奥から風が吹いている。行き止まりじゃないってことか。レイヤとミラはここで待ってて、この先は一旦僕だけで。ジュードには負けないよ。本当に危ないってレイヤ。だからみんなで行くのだろう。さっさと行くぞジュード。うん、ジュード一人にしたら私の期待見ないでしょ。とにかく気をつけてよ。ありがとう。さあ、狭いと思ってた洞窟は。大丈夫？足痛かったら行ってね。大丈夫だよ。柔道と同じことを言うのだな。狭いと思ってた。狭いと思ってたんです。私たち息ぴったり。リンクの力だね。幼馴染の力だよ。アイテムスティール。はあ。宝箱もったいないな。いいじゃない、必要な分は持ってるんだから。チャージチャージチャージ、ダン。地震。おお、やばいじゃないか。この後これ閉じ込められたら終わりだぞお前。気をつけないと。その割にはガンガン穴開けてるけどね。飛べレイヤー、あれやるよ。関空ストーブ。修行の成果が出せたね。そろそろ免許開伝かな。今の燃えたね。リュックサック。レイヤ、やっぱり。ねえ、ところで精霊の化石って何なの？マナを失った精霊がこちらの世界に定着し、石になったものだ。もう。マナを失うって、まあ言ってみれば死んじゃうみたいな感じでしょ？でも死ぬなんてあんまり聞かないよ。都会じゃよくあるの？さあ、ないと思うけど。精霊も昔はたくさん死んじゃったってことかな。大半は私が生まれる以前の話だ。どういうこと？今度詳しく話すよ。それよりも先へ急ごう。意地悪ビー。あ、ちょっとこれぐらいで怒らないでよ。今何か聞こえなかった？何かって？ほらやっぱり何か鳴ってる。この音どこから？あった、精霊の化石だ。やったねシュード、早く向こう側に行こう。 OK、 この調子でどんどん行こう。ワゼンガルド見習い海賊。きつうん、やった、レベルアップ。レイヤの根術
意外、柔道すっごい腕上げたね。レイヤの根術こそ相変わらず容赦ないね。ふふふ、久々に勝負してみる？そうか、柔道が言っていた一緒に護身術を習った幼馴染とはレイヤのことか。うん、最初はレイヤのリハビリでね。そうだよ、私のお母さんが先生で厳しい修行を一緒に乗り越えたんだ。そうか、だがいじめは感心しないな。ボヘ？容赦なく柔道をボコボコにしていたんだろ。いじめじゃないよね、レイヤ。当たり前でしょ、私が柔道をいじめるはずないじゃない。うわあ、ごめん。なるほど、レイヤに悪意がないことは分かったよ。はい、そんなわけで本当にそんなわけでってしか言わないな俺。また地震？いや、今のはとにかく先を急ごう。やばそうだね、これは。何かあるね。あれ、さっきはあったよね。場所は間違っていないようだ。動いてる。精霊の化石のかけらだ。ということはさっきのはこの奥に。でも石が勝手に移動するなんて。ありえないことでも他に可能性がないなら真実になり得る。ハオの卵理論か。そういうことになるだろう。ここからは本当に僕一人。柔道はミラをお願いね。ちょっと待って、レイヤ。危ない予感がプンプンするっているし。はあ、何ここ、不思議な場所。音が大きくなったり小さくなったりしてる。気をつけろ。すごい。下がれレイヤ。え、危ない。銃だ。銃だ、奴の頭だ。あれは精霊の化石。レイヤ、出過ぎないで。私が取るからね。柔道ちょっと強そうなハンマーズアーム。期待に精霊の化石を持ってる。この魔物で精霊の化石を取り込んで自分のエネルギーにしてるのかも。避けづらそうなやつ。解説してる場合じゃないでしょ。避けづらそうなやつやめて。ボス戦でしかまともに使えない、いや使おうとしてない。集中回避が痛いよ。レイヤーサダウカレイ砕けろ。栄翔雷、栄翔雷、ジュード。これってまずいよね。痛いよ。しっかり。ありがとう。治癒光、治癒光。痛い。ちょっと回復ぐらいする。回復させろ。前後から行くよ。レイヤー、エイドオール、エイドオール。ジュード、ごめんね。レイヤー、や、砕けろ。悲しいヤボトルをすごい使ってくれるから。痛いよ。しっかり。危ないって。あー、ちょっと痛いでしょう。あー、痛い。まだだよ。レイヤー、ありやるよ。無残か、無残か。あ、危なかった。グダグダや。うん、いい感じだ。やった、レベルアップ。やった、今のうちに精霊の化石を。待って、僕が。私だってできるよ。やった。ほら、レイヤー、危ない。ジュード、レイヤー。
以上好き勝手をさせるつもりはないぞ。いやあ、お、ああ成長できる。じゃあちょっとこの窮地にちょっと成長の方を。ガンガン育ってるネガティブホルダーだって。よっしゃ行くぞ。えい、はっ、あった、はっ、当たれ、はっ、はっ、砕けろ砕けろ、うわぁ、でででででさあ、なんか、おい、やっぱりやるよ、なんか、なんか、えい、遅い、後ろ取った、はっ、えい、あさるだ、はっ、無駄けろ、はっ、無茶しすぎた。まだ負けてないよ。かけっこでは負けないよ。遅い、宇宙、急行、バタンカ、メイ、ウガテ旋風、レンガ弾、ハッ、砕けろ、ハッ、ペンホー、パンクーセン、飛べ、パンクーセン、国民将来ライジンホップ。いや、気づいてはいるんだよ、気づいてはいるんだよ。ミラ、ミラがやる。回復するね。レンガ弾、ハッ、砕けろ、一応、パッドエンド。イレイ、かけっこなら負けないよ。全国でやるけ、なかなかね、共闘ゲージがたまんねえんだ。風よく引かないよ。アリーベデルチ、アリーベデルチ、レンガダンス砕けろ、レンガダンス砕けろ、パンクーセン、これくらい、これくらい、前後から遅い、後ろ取った、レイヤー、あれやるよ、任せて、エイドボール、バイトルインポース、絶風神、風神、ゲームゲームさん、ピリ切れ、落ちろ、レイヤー、ダイ、レイカー、危機的状況だな、大丈夫、僕も一緒だよ。よいしょ、勝てた。ミラの助けがなかったら危なかったね。ミラ使えたんだね、医療ジンペクス。よくもこんなものを考えてくれたな。ミラ、痛みはどう？想像以上ではないが、なかなか答える。ごめん、私がどじったから。だが、おかげで精霊の化石を手にできた。むしろ礼を言いたい。ありがとう、レイヤ。ミラ、町に帰ろう。僕は車椅子を。よかった、壊れてないみたいだ。これからミラが使命を果たすためには、まだ誰かの支えがきっと必要になる。僕のなすべきことは、うん、すまないが、こうしているのも限界のようだ。ミラ、大丈夫、眠っただけだよ。ジュード、帰りは私がミラの車椅子を押すから。うん、どうしたの一体？だってさ、ミラすごいんだもん。ん？急に意味がわからないよ。いいでしょ、ただ私もミラみたいになれたらなって思ったの。
そんなわけで、なんかいっぱい出たな。リーゼマクシアを知る者。あー、トロフィーだ。久々に見たな、おい。リーゼマクシアを知る者。なんだ、第一部完璧な。そんなわけで、ちょっと時間がやばいから、一回ここで収録を止めよう。うん、次のセーブポイント見つけたら止めよう。OK。じゃあ、ここらで。次はね、この、フェルガナ鉱山出て、またルロンドからやっていきたいと思います。では、ありがとうございました。